旧科学行動クライストチャーチアートセンターはニュージーランド南東クライストチャーチ市に所在する文化施設。旧カンタベリーカレッジ校舎として建造されたネオゴシック建築様式の建物。アートセンターの呼び名で知られ、クライストチャーチの芸術活動の拠点として様々な催しが開催されている。1873年にカンタベリーカレッジが 開校し1876年に現在の敷地へ移転。1877年に建築家、ベンジャミン・マウント・フォート設計の時計台が完成。その後、多くの建築家が石造校舎建設に携わり1920年代までに現在の建物が完成。当初は敷地内にクライスト・チャーチ・ガールズ・ハイスクール。 クライストチャーチボーイズハイスクールを併設していたが、その後、二つの高校が移転し、大学校舎として1974年まで使用された。1973年にカンタベリー大学創立100周年記念式典が挙行され、歴史的建造物の保全を目的に大学校舎の移転を決定。1975年に新校舎がアイラム地区に完成したため、 大学校舎としての役割を終える。1978年にクライストチャーチアートセンター、新宅委員会が設立され、以後、同委員会がアートセンターの管理運営を行っている。美術品、工芸品を取り扱う店舗、土産物店など40店舗以上が入店する。その他、飲食店、カフェテリア、美術館、映画館、劇場などを有し、国内外から集まる。 芸術家の活動拠点となっている。レジデントアーティスト制度を採用しており、国内外より美術家を招聘し期間限定の展覧会を開催している。週末にはマーケットも開催され多くの買い物客や観光客で賑わいを見せる。大学校舎として建造された歴史から現在も建物の名称に休校技術名を採用している。一部の建物は 現在もカンタベリー大学附属施設として、大学の研究、演習施設として使用されている。ありがとうございます。